今日はまたありがとうございます。お越しいただきましてお願いします。お願いいたします。どうですか最近の調子は。最近なんか、はい、二の腕がプニプニしててなんか、はい、顔の大きさと比例しなくて変だなって思って、なんかこのポーズするとなんかずれて分かります。ここが肉を読んでなんかこう押しつぶすと太く感じるんですで、前細かったからそう余計なんか肘の内側すごい綺麗になりましたね。あアトピーかなり良くなりましたよね。あんま目立たなくなってますもんね、はい、シアバターのおかげで。あよかったです、はい、じゃあ今日もはい、いろいろとやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい